どうぞ聞こう、ホロキ。ちょっとですね、ここは聞いてたんですけど、一つだけあるのかと思ったら、もう一人の青山建造氏の胸像もあってラッキーです。二つもあったんですね。同じ青山姓なんで、この方はもう亡くなられてる方ですけど、明治の生まれの方のようですね。で、まあ本当に地元の郷土のために尽くしたというのは、すごいその役職がですね、郵便局長やったり、水産会長やったり、漁業組合理事やったり、衆議院の委員長、やったり、まあちょっと時代がね、あれ帝国っていっぱい出てますけど、すごいですね、石川県議会。いやもう何でもやりますみたいな、もう、自分の生涯が全部ね、郷土のために、なんかそんな感じですよね。こんな大きな懸賞費がある方、なかなかいないですよね。何かと思いましたよ。胸像がね、目に入ったんで、あったと思ったら、今日はこの青山建造氏じゃない方を見に来てたんですけどね、この方のあるっていうのはちょっと知らなかったですね。なるほど。生涯を通してと。能登島島民の誇りということで、ですね。で、像の方はですね、ちょっとこちらにありますんで、ちょっと、ここから行きにくいな。ちょっと待ってくださいね。ここにも書いてありますけどね。日がでかいですね。こんなに検証されちゃって、もう、大変ですね。これが建造士の方ですね。ここに細かいこと書いてあるんですけど、なんかほとんど読めないんで、今の文面でちょっと勘弁してください。青山建造士と、あ、坂本さん、あ、さっき言ってきたんですけど、あ、その方の、筆跡ということですね。立派な胸像になります。これは完全に銅像ですね。カンカンカンっていうか、中が空洞ですけどもね。あ、ここ上がれるんで、こんなにアップでいかがでしょうか。懸賞費と一緒に撮れますか。はい、青山建造氏の銅像でした。で、そして合わせて、ね、撮っちゃいますね。同じ青山氏 で今日聞いてたのはこちらの像なんですよ。あ、これ移設したのかな。でもこんな立派なね、青山誠司さん銅像ありますよということで事前に聞いていてですね、これも指名手配像で、ちょっとどこにあったのか分かんなかったんですけど、今この能登島というところですね、でも七尾市に統一されて、市民センターって書いてあるんですけど、まあ、実質その役所の機能っていうのはね、なくて、あくまで地域のね、ための施設ということになります。で、この青山誠司さんのもありますよっていうのは聞いてたんですけど、横にこの建造士とね、こんな大きな懸賞品があるとは思いませんでした。立派な像なんで、お二人入るようにちょっと撮りたいと思いまして、はい、以上です。